はい、こんばんは、キューピーです。はい、今日は10月15日、今日も忙しかったです。木山の方、まあ、基本鶴のやっと当時の専務さんにね、会えて、ちょっと今度の新作の100周年記念の新作のお酒のちょっと本当にマニアしかわからないというか、まあ、マニアがもうあっちでいっぱいいっぱいって感じですね。もう飲みたかったですけどね。だけどもうその作ったそのすごいお酒はもうないんですよ。売り切れちゃって、で同じ味は大抵ない、次もないと思うんで、もちろんだけどその当時さんが作りたかった味の一つで、そういう酵母の話からになったからですね。やっぱ山田錦とその酵母、なんとか9号という熊本のね、その酵母を使ってそのこういう酒を作りたかったっていう熱い思い、そう今ほら結構フルーティーとかそのワインっぽい感じの飲みやすいのが多いじゃないですか。だからそれはそれでもちろん今の流行りもあるし、正解、今までの日本酒ブームをまた作った原因にもなるんですけど、それとは違うまたそのものを作りたかったっていうのがやっぱ原点 で100周年記念で作りませんかっていうことで一樽作ったんですよ。でその一樽が限定500本になっちゃって、二樽作ってれば1000本にはなったけど、だけどその樽でまた違う可能性もあるの で、ね、どうしてもやっぱ一樽だけになっちゃって、それが500本、350ミリの本当ちっちゃい、ね、あのボトルの中に入った、はい、あのもうすごい日を釣るの新作って言ってもいいと思います。あの4代目なんですよ今の当時さんが、はい、素晴らしい。だからまた次の第2号の試作品ができましたら、試作品というかですね、まあ、次のまた飲みたいなと思う、うん、あの当時さんの一人になりましたね、はい、ありがとうございます。それが木山にあるっていうのがね、うん、嬉しいですね。 100年の歴史で、はい、はい、そして町長のとこに行き、あとちょっとここ一番さんにも挨拶行って、あの当日はやっぱここ一番さんがまたあのオープンしてくれるので、フェスティバルで、あのもちろんカレーを売ってくれるし、あの、ね、うちの選手とかスタッフにもカレーを出してもらえるので、それのちょっとお願いをしてきました。あともう一個どっか行ったような気がしたけど忙しすぎて、はい、あのいろんなところに行きました、はい、で夜はこの練習、はい、今日は盛り上がりましたね。あの、そうですね、はい、大人も子供も分けて練習できたし、はい、はい、みんな力いっぱいね、汗流したし、ね、夜は寒くなってるので、あの初めちょっとアップがね、ちゃんとしなきゃいけないなって感じで、だけど本当終わった後は逆にも汗びっしょりでみんな帰っていったんで、はい、はい、まあ、トスもね、もう、うん、まあ、人数はどんどん増えてるみたいで、ちっちゃい子が多いみたいですけどね、まあ、だけど楽しみなんで、うん、はい、みんなね、終わった後で写真見ても汗びっしょりですしね、はい、よかったかなって感じで、そうそう、そして、さっきもちょっと試しでちょっと練習はしたんですけど、今度こそ、あの、これ iPad ですね、あの iPad で、あの、アプリで売ってるんですよ、あのバリカタ BJJ ボード。うん、はい、そしてパスワード打ってもうちょっと出してますけどね、これは、ASJJF、SJJIF、SJJJF、ね、あの、まあ、ズマウとかも言われる方のルールのボード、あのアドバンがないのでこんなにちょっとシンプルになってます。で、まあ、2ポイント、3ポイント、4ポイントみたいな、あ、ちょっと音出した方がいいのかな、あ、音になってるな、なんで。そして、マイナスになると勝手に計算してきます。あのマイナス1だったらこっちほら8になるし、はいはい、マイナス2になると7になって、はいはい、これであのどっちが勝ったかとかいうのが分かりやすくなってるので、ここのところはちゃんとやっぱ、まあ、作ったのは井出智朗選手ですけどね、こういうのもしてますね。はい、でこれカウントダウンか、カウントダウン方式なんでこんな風になると思います。はい、今一応99分から始まってる。で、まあ、試合順3、1試合目、2試合目みたいにできるし、こっちは A マット、B マットかな、あ、これ打てるんですよ、大会名から。だからこっちの場合は B は B って打たなきゃいけないみたいですね、はい、はい、D でもいいか、はい、あれどうだ、下ろせるの、下ろせるの難しいっすねこういう、これタイトル打ったことないけどね、まあいいや、ちょっと、あら、OK ですあ、分かった、今の分かった、落とし方が分かった、もう、はい、こんな感じで、IBJJF にするにはこのルールっていうボタンを押してイエスを押せば、うん、ピュンとこう、ほら、うん、そうするとこっちアドバンがあるので、あの、はい、でこれでスタート、うん、カウントダウンします。最近はね、カウントダウンじゃなくてカウントアップしていくのもありますけど、
こちらもアドバンマイナスポイント、ポイントはこっちか3点、はいはいはい、2点、4点と、はいはい、で勝ってる方に確か星マークが常にスターがついているので、どちらが勝ってるかっていうのも分かります、僅差でもね、はいはい、そしてストップ、リセット、そしてクリアっていう感じで全部戻るという、これで、アプリで、アップルストアで、2つの連盟のルールのボードがついて1000円なので、はい、一応開発費がかかって毎年そのなんかなお金が取られるんですよ、維持費というか、そういうのでもあるので、やっぱちょっと1000円ぐらいにしないと、そう1年間に、ね、何台か売らないと、はい、やっぱ、ね、毎年お金が取られるので、取られるというか、まあそうね、掲載アプリを掲載するので、まあ、もしよかったら一家に1台じゃないけど、うん、一アカデミーに1台買ってください。大会するところはね、iPad に何台か会場面の数だけでも揃えてもらえると、まあ、みんなで持ち寄ってもいいし、はい、であと、まあ、こういうセミナーとか、なんか講習会、ルール講習会するのにもいいかもしれないですね。はい、ものすごく使い勝手がいいので、もしよかったら、充実をやってる方はよろしくお願いします。世界中でもちろんこれ売れてるので、結構ね、中国とかね、海外の方が売れてるみたいですね。はい、宣伝不足です。だからもっと宣伝しなきゃいけないなと思いまして、今日は宣伝させていただきました。ありがとうございます。ということで、まあ、今日はこれができたんでよかったんです。いつもやろうと思いながら、ね。で、今度のですね、日曜日にはついにバリカタ TV200 回記念なんですよ。もう塵も積もればじゃなく200回記念。で、最近は日曜日ゲスト出してるんですよ。で、先週はイズオンさんとか出して、また大会の話とか ID 登録の話とかもしたんですけど、ついに今回は200回記念誰にしようかなと思ったんですけど、タイミングよくちょっと SJJJF の会長の村田良三さんと連絡取れまして、200回記念ですけど、キット01でね、荒牧さんと試合して勝って、ちょうどその流れで出てもらえますかって言ったら、もう喜んでっていうことでゲストで出てくれるので、そうですね、11月の何日だったかな、20日あ違う、8日11月の頭の方の第1かな、日曜日、第1か第2の日曜日、全日本があるんですよ、SJJJF の全日本大会、はいはいはい、アダルト、マスター、キッズ、でパラ充実ね、それがあって、まあ、今のところすごくて500人オーバー、すごい集まって、やっぱ今年初っていうのもありますけど、はいはい、そこに相当集まってますね。で、はい、だからそれでぜひこれ使ってほしいし使ってほしいし、まあ、それのちょっとまだエントリーをまだかかってるので、まあ、宣伝も兼ねてちょっと村田良三さんに今年の話とまだ来年の展望とかですね、連盟のことを聞こうかなと思いますので、ちょっとそれで村田良三さん、まあ、200回記念ね、先週がエイジソン会長で今週が村田会長だから、まあ、流れ的には、ね、いいかなと思います。200回記念バリカタ TV ちょっと延長して放送しますけどね、はい、ぜひ期待してください。はい、じゃあいいですか、他には何もないですか。そうですね、はい、何ですか何ですか、年少年中の会のことなんですけど、はい、どうぞどうぞ、はいはい、はい、まあ、はい、まあ、対決します。そうですね、出技対決しましょうか。対決したいですね。あ、じゃあ、はいはい、いいですよ、いつかですね、ちょっと決めましょうか、はいはい、で早めにした方がいいですね。それでなんかいっぺん交流して、それでちょっとね面白いと思って来てくれるとね、うんうん、木曜日も来てくれると嬉しいし、なんかそういう、まあ、とあとまあです、ね、そうで、その時に掃除の仕方を教えてください。子供たちが掃除するじゃないですか。それを見てみんながね、あ、こんな風にするんだと、もう本当、はい、もう自由、うちの、はい、まだそのパラダカキッズのトスの子たちは自由奔放なので、声はね大きくなったんですけど元気になったんで、はい、じゃあいいですね、じゃあそれを決めましょう。してみたいですね。もう来週でもいいですよ。はい、ちょっともう、はい、合同練習で木曜日集まれと、はい、うん、いいじゃないですか、はい、はい、じゃあそういうことで、はい、はい、ありがとうございます。なんかここでいい、はい、話が決まりました。じゃあまた、はい、さよなら。